どうも、部長のパンクブーブー哲夫です。ただいまですね、京都の祇園花月の劇場出番の合間でございまして、今僕がいるのはですね、京都にあります、クラフトスペースネクストゲートさんでございます。こちらはですね、プラモデルなどをね、制作するスペースとなっております。そういうお店です。こちら店長さんでございます、ね。顔出し NG ということで、ね、ボディだけお楽しみください。このお店の、システムなど教えてもらっていいですか？はい。ブースの利用料、はい。1時間あたり600円。600円でこちらの、その作業スペースとかが使えるんですね。はい、はい。塗装ブースもあるんですよね。はい、塗装ブースもこういう風なね、塗装ブースがございます。塗料なんかは、はい、塗料は400円で使い放題になってます。400円で全部あちらの方にある、はい、こちらの塗料などが400円で使い放題となっております。他にもいろいろ道具とか貸してもらえたりとかするんですよね。工具類や、はい、の持ち手とか、ヘアブラシ、はい、レンタルで出しています。はい。そして下出るカラーもね、置いてあるんですよね。はい。結構いろんな塗料とかが使えるんでね、とてもいいと思います。こちらは、下出る販売ですか？はい。はい。わあ、揃ってますね。あー、ありますね。はい。8月の末まで 15% オフです。おお、マジですか？はい。あ、いいですね。わ、ちょっと今日買って帰ろう。8月の末まで、まあ8月の末までにこの動画がアップされているかどうかもちょっとわからないんですけれどもすいませんね、早めにアップしますんで。はい。で、会員制なんですよね。はい。そしてこちらの、会員証を登録するとこのように、会員証がもらえます。はい。僕、会員番号57番なんですね。はい。はい。これは何ですか？レンタルボックスですね。レンタルボックス。はい。あ、作業途中のやつをキープしておけるっていうことですかね。はい。月決めで、大きい方の箱が月1000円。1000円大きい方の箱。はい。で、小さい半分のサイズの箱が月500円。はい、こちらが500円で、はい、作業途中で、はい、ここに置いていくことができる、はい、ということですね。はい。はい。では、それでは最後にこのお店の行き方などを教えてください。はい。京都駅から、京都市バスもしくは京阪京都交通で、梅小路公園前バス停で、すぐになります。はい。京華会館という建物の2階になってますので、ぜひご利用ください。はい、皆さん来てください。そして僕もちょいちょい来てますんで、はい、このお店でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。